ごい、もうね、今日は平日ですけど、皆さん来られてますね。まあ、道路は右側駐車で止めてくださいね。ちょっと車あんまり押されへんから、ちょっと早めに。こういう感じで、この道でも、ね、そこなんですけどね。はい。満開になりましたね。ちょっと煙になるとすいませんね。まあ、綺麗ですね、仕方もね、うん、ババのコスモスとかね、清澄のコスモスも綺麗でしょうけど、うん、前はもっとね、向こうの方まであったと思っていたかな。ちょっとまあ、これだけでもまあね、まあ、各農家さんの都合もあるでしょうから、まあ、こういう中にも一応入っていけるのかな。一方通行ですからね、注意してくださいね。車にこのように入ってきますけど、うん、ね、この中はもうちょっと入らせてもらってもいいかもね。こういう感じ、今が見頃でしょう。つぼみもあるし、もう枯れてるやつがね、ということは今が見頃やということですね。一斉にこれあれやからね、車がガーッとね。でもこれ平日やからまだいいんですよ。これがもう休日なんだからね、もう日もさちもいかないわ。かといってここのコンビニとかに止めたらまた怒られるやん。まあ近くの人やね、僕らの人は歩いて見に来れるからええわね。こっち側も来てるけどね、こういうふうにちょっとね、よいしょ、みんなこれ抜けられるようになってるからね、向こうの方一方通行ね。やはり今日は引退されたような方多いね。まあ、お年を総齢の方が休みの日に利用してね。まず右側駐車させてくれるからいいよな。駐車場がなかったとしても、車が整備されたら、仕方の人らはね、まあ、温かい印象というか、優しい人多いよね、仕方の人ね。ルピナスがやってくれるしね。よいしょ。ね。山の風景。結構まあまあ背が高いからね、コスモス。よし。で、あそこなんかコスモス祭りでこんなしてるんだけど、なんかやっとるからね、イベントみたいな。前、ひまわり咲いとったんやけどね、もう枯れたからね、どれになってるの、農産物の販売所の人ですね。で、コスモスの切り花20本100円やってね。で、ハサミもあるしね。うん。これちょっと、これだけ写しておきます。10月8日から23までね。スタンプラリーがあるそうや。ということは、ここらは何か見どころがあるいうことだからね。特に宮前の営農さんなんかは、これ芋掘りとかいろいろやってあるしね、キャベツなんとか。ケンダリもあるんやな。これ幹やね、ケンダリ。幹かな、この辺の、あれでね。で、加工はなんかこう、牛肉の、まあ、仕方の、肉美味しいからね。はい、そういう感じです。皆さん、あの辺でね、うつろいでられるね。なんか何してるの、かかしか。かかしと一緒になんかね。変わらずくつろいであるな、何してんの。前にひまわりが咲いとったんですよ、そこね。あ、ひまわりまだ咲いとんな、うん、それでほらね、よっこしょ。でももうほとんど終わりかけてますね。
こで通り抜けるしかないですね。はい、まあそんな感じでしたね。毎年楽しみな仕方の暇、あのコスモス畑ね、今年もねまた綺麗に一斉に咲きました。以前ちょっとね状況動画であげましたけど、その時はひまわり咲いとったけど、もう今はひまわりがねあれします。はい、そんな感じで本日もご視聴いただきありがとうございました。またよろしければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでね、シカタのもう一つのコスモス畑のところどころありますからね、シカタのコスモス畑、ここだけもう一つ見ておきましょう。まああんまり正面で撮ってもね、さっきのあの枠をね、これもこっちの近ないかなと思います。さっきのところよりもちょっと小ぶりかな、コスモスね。それも綺麗に咲いてますよね。まあまあの敷地面積なんですよ。ね、農作業真っ最中です。車止めるとこないんでね、ちょっとね、田んぼ道、まあ、ここらの脇を止めらせてもらうしかないですけど、コスモス祭りでやっとってね、まあ、向こうの方が賑やかやけど、こっちはね、町内会の名前だけちょっと見てみますよ。東坂中町内会というとね、東坂町内会となってね。え？あ、今からもうすぐ帰りますんでね。すいません。黒豆とかな。はい。柿が安いけどいらんか。黒豆とか柿。え？今向こうだけどね。どうやって1キロしたかいかんか。へぇ、かきおっとうか。タンパクの枝豆200円いったの。大蔵に、これで200円。このかきも大きいの、こんなかき。ほんまや。これ400円。安いけどね。うん。ちょっと、車取ってきて、まあ1つか2つ買うわ。なら。1点。え ?1 点だったら待っとくな。うん。あの、元気とんちゃうねん。野菜売っとるけどね。あ、そう。持ってったから、なんぼ行ってろ。200円で、ものすごく美味しい。黒やから、つまみに美味しい。ほんなら、3つぐらい持とうか。それで、柿は1つでいいか。600円。それ400円やろ。こんな柿な。うん。それで400円。1000円やな、ちょうど。ちょうど1000円や。うん。持って行って。まだ取り合ってんの？え？取り合ってんの？あ、もう終わりましたけど。はい。はい。途中であのおちゃんにね、から柿とね、黒豆買ったんでね、一旦戻ってきて度が切りましたけど、まあ大体見てもだからもういいでしょう、皆さんね。あの黒豆なんか行商しに行ってもなんかね、一袋200円で、柿が、何や言うたな、400円で、1000円も買わせていただきました。ね。はい、そんな感じでね、皆さん本日もありがとうございました。ね。いろいろこうしてもらってていろいろありますから面白いよね。皆様気晴らしにね、ぜひいらしてみられたらどうですかね。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。まあ、前、さっきの動画ので一旦終わってるみたいな感じになってるけど、引き続きの動画でまた入れておきますんでね。またよろしくお願いします。はい、どうも、ありがとうございました。